ナバラ王国の紋章。本校では、パンプローナ、後のナバラ王国の君主を一覧で列挙する。パンプローナは、アラゴン王国と合同する前の最初の王国の名前である。領域上の名称であるナバラが10世紀に変わって用いられるようになるが、パンプローナの名称は12世紀まで保持された。イニゴ家は824年頃に、フランク王国の権威に反旗を翻すことで、 ナバラ王国の土台を築いた。905年、隣国との連携は、ホルトン・ガルゼスの修道院への隠遁を余儀なくさせ、その後には新王朝・ヒメネス朝の応答が続いた。新王朝の下で、ナバラの名がパンプローナの名にとって変わった。サンチョ・ガルセス4世が暗殺されると、ナバラはいとこのカスティーリャをアルフォンソ6世とアラゴン王・サンチョ1世の侵略を受け、 後者が、ナバラ王になり、半世紀の間アラゴン王国の支配下に置かれた。アルフォンソ一世の死は、アラゴンを、王位継承危機に導き、ナバラ貴族が暗殺された、三朝四世の王へ王位につけることで王国の、再建独立をするのに有利に働いた。最後の姫の朝の君主三朝七世の死で、ナバラ王位はその、妹ブランシュの男子であるブロワ家のシャンパーニュハクティボー四世に、移り、 ブランシュは長い間摂政を務めた。エンリケ一世の休止後、残された女子のフアナが唯一の後継者となり、その母ブランシュ、ダルトワが10年間摂政となった。1284年に、フアナが後のフランス国王フィリップ4世と結婚したことで、ブランシュの摂政統治は終わり、フィリップ4世はフランス国王即位後に、フランスとナバラの国王を称した。フア2世は、 妻の没後もナバラ王位を保持したが、長男と長女は、王位請求者かつ事実上の君主であった。フ安ン3世は1512年に、アラゴン王フェルナンド2世に敗北したが、この時、フェルナンド2世は、ナバラ南部を征服して、ナバラ国王として退官した。フェルナンド2世因後は、アラゴン君主一覧及び、スペイン君主一覧を参考のこと。 1512年以降のナバラの君主はターンにピレネーサン・ムヤクイ北の帝ナバラ一帯を支配するに止まった。ナバラ国王エンリケ三世がフランス国王アンリ四世になったことでナバラ王位は再びフランス王位と合一した。1620年にナバラ王国はフランスに併合されたがフランス国王は1791年までナバラ国王の称号を用い続け 1814年から1830年までの復興世紀に復活した。カルリスタのスペイン王位請求者は、カルリスタ戦争中にスパインナバラで勢力を誇ったが、その一派の請求は普通は、スペイン全土の王号であった。ありがとうございます。